歌しか聞いてない。何やったら昨日寝る前も聞いたし、さとみ君におはようも言いましたと。だから写真撮ってくださいって言うから心よく撮りました。俺はそんなつもりがなかったんですけどね、撮った後にその後の携帯電話の待ち受け画面がちらっと見えたんですけど、僕ではなく思いっきりチェホンだったんですよ。待ち受けのインパクトでもまあ問題ない問題ない。